浦河町中心部周辺の空中写真。1978年撮影の8枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。浦河町は北海道の日高振興局管内にある町。日高振興局の所在地である。諸説ありはっきりしないが、現在の元浦河付近を指した。 アイヌ語に由来し、会所の移転により、原子街地付近を指す名となった。語源は一説には、裏ペ、からとされているが、長を指すとされる、オラカ、ウラカといった語語源として取る説もある。日高振興局沿岸中部に位置する。北部に日高山脈を有し、南部は太平洋に面する。地震の発生が比較的多い地域であり、ウラカは速攻所の存在により、 日高管内で唯一震度情報が得られていた。産地湖小沿岸部は太平洋に面しているため、北海道としては気候は穏やかで、欠片の気候区分では西岸海洋性気候に分類されることもある。夏は山瀬の影響を受けるため気温が低い。冬は雪が少なく日照時間が比較的長い。一方、沿岸部以外は北海道らしい寒さとなる。 住宅団地消滅集落2015年国勢調査によれば、以下の集落は、調査時点で、人口零人の消滅集落となっている。主長浦川赤十字病院浦川郵便局海外、国内浦川町大通日高信用金庫、本店機関産業は、軽手場の生産、漁業、酒、マス、スルメイカ、日高昆布などが取れる。主要な港は、浦川港。 農業漁業畜産業宅配便新聞社放送局、浦川駅道南バス浦川バスターミナル、浦川港町内に、鉄道路線は通っていない。かつて運行していた、路線路線バス2021年4月1日の、JR 日高本線向川駅南廃止に伴い、JR 北海道バスと道南バスの運行系統調整、等が行われた。国道道道港湾浦川神社。 ありがとうございます。